ブライアン・メレディスは、アメリカ合衆国出身のサッカー選手、ナッシュビル SC 所属。ポジションは GK。2011年1月14日、2011年、MLS スーパードラフトの第2ラウンドで、シアトルサウンダーズ FC に指名された。しかし、第3キーパーだった、ジョシュフォードとのトライアルに敗れ、クラブとの本契約締結には至らなかった。その後、 US セルプレミアデベロップメントリーグのキトサップ、プーマズと契約し、14試合に出場した。2011年9月12日、控え GK のテリー・イボスが負傷したことで、シアトル・サウンダーズ FC と契約を結んだ。2011年10月18日、コンカカーフチャンピオンズリーグの CAF、モンケレー戦で公式戦初出場。 2012年5月5日の LA ギャラクシー戦で試合中に負傷したマイケル・グスパーニングに代わって後半からピッチに立ち MLS デビューを果たした。3日後に開催されたフィラデルフィア・ユニオン戦で初スタメン。2012年12月14日、クラブはメレディスとの契約を更新しないことを発表した。2012年12月21日に スウェーデンの IK ブラゲト2年契約を結んだ。2013年9月、北米サッカーリーグのニューヨークコスモスと契約を結んだが、出場機会はなかった。2014年1月24日、MLS のサンノゼ・アスクエイクスと契約を結んだ。サンノゼとの契約延長が拒否された後、2017年、MLS サイエントリードラフトのステージ1で、 シアトルサウンダーズ FC に指名された。2019年11月19日、2019年 MLS エクスパンションドラフトでインテルマイアミ CF に指名された。その後、2020年1月29日に2021年 MLS スーパードラフトの4巡目指名権と引き換えにバンクーバーホワイトキャップスにトレードされた。 2021年2月24日、ナッシュビル SC に加入した、ニューヨークコスモスシアトルサウンダーズ FC。ありがとうございます。